はい、こんにちは、軽動物医療センターサウンです。久しぶりにですね、本当久しぶりですね、動画を上げたいと思います。で、今日はですね、フクロモモンガ、そんなにしょっちゅうは来ませんけど、たまに忘れた頃に来るんですけど、たまたま今日フクロモモンガ来たもんですから、フクロモモンガについてちょっとお話ししてみたいと思います。で、まあフクロモモンガについてはまだ分かってないことがたくさんあるんですね。ですが、まあとりあえず分かっているところだけでもお話しできればと思います。で、このフクロモモンガっていうのはですね、何かな、フクロモモンガがフクロモモンガ族に属する有袋類、有袋類なんですね。で、これは大抵モモンガで売ってるのはフクロモモンガ、有袋類です。でも、これとこのフクロモモンガとよく似た、あのパッと目よく似てるんですけども、あのなんていうのかな、モモンガ、月種目のモモンガって呼ばれます。月種目のモモンガで、こちらはもう月種目だから、あのリスとかと同類ですね。で、歯が伸び続ける。だけど有袋類のフクロモモンガは、まあ、歯が伸び続けない、あのもう折れたらおしまいです。ウサギさんとかリスとかね、伸び続ける歯がありますけどもね。で、まあ、あのどちらかというとこちらは草食だけど、フクロモモンガ、まあだから実際あのペットショップで売ってるのはフクロモモンガだと思うんですけども、あの雑食ですね。このフクロモモンガは雑食です。何でも食べると。また後ほど食べ物については具体的にお話ししたいと思うんですけども、で、まあまずそこの違い、月種目のモモンガじゃなくて、実際にね、皆さん飼われるのはフクロモモンガ、有袋類のフクロモモンガということです。で、まあ体重、これもね、文献によっていろいろ差があるんですけども、だいたい 100g ぐらい、 100g 前後ぐらいで、男の子の方がちょっと多いと。まあここには男の子100から 160g、女の子は80から 135g と書きましたけども、大体これぐらいの中であるのが理想だと思われます。で、続いて寿命なんですけど、10年から12年。でも実際にはなかなかね、10年越す子って私は見たことないですね、まだね。でも、まあ生物学的寿命としてはうまく変えればね、10年から12年あるそうですね。で、まあ5年過ぎるとシニアになってくるかな、5年7年過ぎてくるとシニアになってくると思います。それから、まあ、これちょっと心拍数、とても速いですね。なかなか数えるのが難しいですけども、まあ、1分間に200から300回。呼吸数、大体1分間に16回から40回ということです。特にこの上限を覚えておくといいんですよね。1分間に40回ってことは、6秒で4回。4回より速い呼吸数をしてたら、その後心臓か呼吸、肺とか、そういう呼吸器系統が悪い可能性がありますね。だからこの、実際なかなか1分間も数えられないから、6秒で4回超えてたら、6秒で4回超えてたら問題があるかなと思います。それから性成熟、大人になるのは男の子で大体1年ぐらい、女の子も1年ぐらい。でも、もうちょっと詳しく言うと、男の子で12ヶ月から14ヶ月ぐらい、女の子で8ヶ月から12ヶ月ぐらいで、まあ、性成熟すると言われます。それで女の子は性成熟したら、まあ、あのオスメス飼ってれば、あの妊娠可能なわけですけども、妊娠して出産する胎児の数ね、赤ちゃんの数は大体1頭ぐらい、まあ、1から2で書きましたけど、1頭の場合が多いようですね。で、次、生まれた子、順番がちょっと違うけど、妊娠期間、だいたい15日から21日ぐらいだそうです。この辺もね、そうはっきりは分かってないんですよ。いろんなデータで見ていくと、これぐらいかなってことは、もう2週間ちょっと、3週間ないぐらいかなというぐらいですね、妊娠期間で。生まれてきた子供は本当にちっちゃい、何センチ、1センチもないぐらいですね。ちょっと待ってください、何センチだったっけな、1センチもないぐらいの子なんですよね。ちょっと動
場で喋りながら探すのはなかなかちょっと難しいんですけど、センチは分かんないんだ。ごめんなさい。生まれてすぐの子は 0.2g です。0.2g。で、0.2g の子が生まれて、生まれてきてからすぐ袋、育児嚢という袋に自分で登ってって入ってって、その中でだいたい70日から74日間過ごす。そこの中でまあだから有袋類の方が負けなんで、要はカンガルーと一緒ですね。だからお母さんのこの隣に袋があって、その中で過ごすと、そういう形ですね。それでだいたいこれぐらいだから何日何ヶ月なのかな、2ヶ月半ぐらい、 2.5 ヶ月ぐらいを育児の中で、でその中に乳頭がありますから、そこでミルクを飲んで育っていくわけですね。で 2.5 ヶ月過ぎてくると、まあそこそこ毛も生えてきてるわけなんですけども、生まれた時は毛は生えてません。ここから出てきますね。出てきて、まあまた戻ってまたミルク吸ったりとします。で大体離乳の時期が4ヶ月ぐらい、生後4ヶ月ぐらいで、ただ誕生日がいつなのか分かんないですよ。なかなか生まれてすぐそんな 0.2g の子が、で、あとそうそう、肛門とそれから何でかな、おしっこ出る出口が一緒なんですよね、この袋ももかの場合は。だからそれを総排泄食うというわけなんですけども、そう排泄区で、だから便もそれからおしっこもそれからそこに生殖器もつながってるわけなんですけども、だからそう排泄区から生まれてきます。で体で言うと、ちょっと待ってくださいね。ここちょっと尻尾がないけど、こうモモンガとすると、こう尻尾があるとすると、だいたい尻尾の付け根ぐらいに総排泄があります。でその上の辺に袋があるわけですね、育児の方という。総排泄系空で 0.2g で生まれると、それで自分で登ってって育児の中に入っていくと。でそこで、まあ、2ヶ月半ぐらいを過ごすと、もうほとんど出てきません。で2ヶ月半過ぎてくると、そこからちょっと出てきて顔を出したりもするようになると。で大体4ヶ月ぐらいまでミルクで、まあ3ヶ月4ヶ月ぐらいして離したら、この離乳とかで4ヶ月ぐらいでその大人の餌を食べれるように持っていけるといいんですけどもね。とまあちょっと今回はここまで、もう一回復習しますと、フクロモモンガこれは有袋類であるということですね。雑食です。雑食ということは、まあ、いろんなものを食べる。植物も食べるし、昆虫も食べるし。で、ちょっと気をつけておかなきゃいけないのは、月種目のモモンガという、ほとんど見た目がよく似てるんですけども、写真がどっかにありましたね。うん、まあ、月種目ではないということですね。見た目がだからリスみたいな感じで走ってるから、リスの仲間かなとも思うんですけども、そうじゃないということですね。でまあ体重 100g 前後ぐらい、寿命は10年ぐらい、心拍数1分間に300、呼吸数がだいたい40回ぐらいまで、性成熟大人になるのはだいたい1年ぐらい、まあ多少男の子女の子差はあります。男の子の方が遅いですね。出産数は 1,2 頭って書いてありますけど、まず大抵1頭です。それから妊娠期間は15から17日で、生まれた時は 0.2g しかないと。で 0.2g でこの育児の中に入っていくと。でその中で2ヶ月半ぐらい過ごすんですね。であと離乳はだいたい生後4ヶ月ぐらいを目安に。離乳ということはどういうことかというと、
ミルクから食事を大人の良さで、大人の良さっていうのはまあ今ですとね、昔はなかったんですけど、こう3、4年はモモンガ用のフードが出てますんで、モモンガ用のフードをの、まあ、まずはふやかしたやつを食べれるようにしていくと、それを大体4ヶ月ぐらいで食べ、ふやかしたのもしくは硬いのを4ヶ月ぐらいで食べれるように育てていくというのがいいかなと思います。ということで今日は1回目ですね、フクロモモンガについて、ナンバーワン、また近いうちにフクロモモンガの2回目をお話ししたいと思います。はい、じゃあ、まあ今日はここで終わります。もし何か質問等あればコメント欄に入れてもらえると、まあちょっとコメントの返事はなかなかできないんですけどもね、またこの動画で返事をしたいと思います。お答えできる範囲でね。はい、じゃあまたちょっといつになるかわかんないんですけども、フクロモモンガについてはまたこの続きはお話ししたいと思います。じゃあ、もし気に入ってもらえればチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは失礼します。